はいパーサルトレーナーのゆうじです今日はオールタレートプランクというのをやっていきます腹筋をね左右交互に使っていくような、えー、プランクになってきますね、まあ、通常ねあのー、プランクというとまあこういう形やっていきますまあこの辺ね、えー、誰でも誰でも30秒ぐらいはまあもう平気でできるんじゃないかと思いますもちろんこれもねしっかりまっすぐでないといけないですね、えー、こうなったりこうなったりとか お腹ギューッとしてるとかまあそういうのはダメですねまっすぐでありながら、えー、しっかりと体を維持して固定していく ということで、まあ、プランクをやっていきます。まあ、これは、えっと、中の腹横筋をね、筒のようなね、ここからここまであって、ずっと筒のような腹横筋をキュッと締めていく。で、まあ、当然ね、腹直筋も下から固めていくということでやっていくんで、まあ、姿勢維持には大事ですし、トレーニングをね、他の運動をしていくときに、そこはクッと固められないと、強く固められないと、呼吸はできないですね。スクワットのときにうまく呼吸はできないとか、ショルダープレスのときに、ううと呼吸が逆になってしまう。 締められればこのトップマギアで吐いて吸って吐いて吸ってってことができるわけですショルダープレスの時に今の呼吸の違いというのは結構腹筋が弱いと出やすいんですけどもまあ弱いと基本的にはベンチプレスの時でもやっぱり同じことが出ますよねこそれも当然お腹をキュッと固めた上で横隔膜を下げてくるようなえ空気を入れてくるようなことはできなくなってしまうのでお腹弱いとねだからそこの部は 強くないとそれを固めた上で何か作業をする空気を吸うということはまなかなかできなくなってくるのでそういう意味でプランクっていうのはすごく必要なんですねあのプランクをやったからウエスタが細くなるということはまあないですあの腹筋というのはねあのお腹の体脂肪がね減るかどうかによってこのサイズは決まってくるわけですから、まあ、それはそれでね大きな運動とか食事とかしっかりやっていかなきゃいけないんですけど まあ今の姿勢は正しくず、立ってる時にとにかくキュッと綺麗な方が当然かっこいいわけですね。見た目だけでなく実際こう縦にここが伸びた方がウエストがそもそもそれで細くは見えますから、そういう意味でもまあいいんですけれども、あとは今の他のトレーニングをやっていく時にね、あのー、差し障りが出てしまうのはやはりそこの腹交は強くあった方がいいということです。で、今の普通のまっすぐのプランクの場合には基本かなり正面だけになってきます。で、えー、今からやる、えー、オールタネットプランクというのは右左右左かなり移動していきます。 ちょっとやってみましょうか。足を肩幅ぐらいに開きます。足、見えるのかな肩幅ぐらいに開いて、今、このマットだったら、まあ、このマットよりもちょっと狭いぐらいでいいかなと思いますね。で、肘は、えー、肩幅になります。肘は肩幅でありながら、えー、この状態でまっすぐのプランク。頭を下に向けてしまうと、猫背になっちゃうんで、ね、ちらっと前を見るぐらい,い,いですね。いいですね。えー、ここから、片腕前出す。戻す。 片腕前に出す戻す片腕前に出す戻す12戻る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 12お腹を固めたまま動かないで骨盤左右に回転しないように真ん中にじをしたままやっていくということになってきますね。 このマイクはね、脱ぐとマイクつけられない。じゃあ、ここにつけてしまうと、2時50分と同じになってしまうんで、ちょっとね、かなり絵的に良くないなと思うんで、ここ僕、ガムテープでつけるのちょっとやめてるんですけど、手で持ってありますね。今のオールターネットプランク、片方に肘をついて、片方は腕を伸ばします。で肘をついたら、肘をついた方の腹筋を使います。腕でこっち突っ張ってます。突っ張ったところの側の腹筋を使います。で左右 別々になっていく分、このまっすぐのプランクでは使わなかった分も結構使うんですね。この今の肘をついた方のこの腹斜筋ね、この斜めの腹斜筋っていうのをかなり使っていきます。この斜めの、ね、肋骨上の腹斜筋でてをかなり使ってきます。だから、これをやっていると、このこうついた時のここですね、ここをかなり使っていっていくというのがすごく大きな特徴になってきて、あのこれをしっかりやっていくと、この腹斜筋の斜めのここね、ここのところが、 結構多分、めの頃は筋肉痛にもなるかもしれないですね。まあ、ここを使った方がいいです。で、この肋骨のところを固められると、さっきのショルダープレスだけでも、これをフッと固めてからショルダープレスしてるんですね。これが固められない人は本当に息入ってます。固めた中で呼吸をしていく、ショルダープレスをしていくというのは大事になってくるので、まあ、そういうところに使えるということで、ここを中の腹横筋も腹直筋も使っていくけど、この腹斜筋を交互交互に使っているというのは、この、えー、オールタネットプランクの えー、独特の使い方になってきますで今のをやってるときにさっき、えー、と骨盤を動かさないって言ったんですけどだいい体でこれが弱いと大体これがまず、まあ、お尻が出ちゃったりもあるんですけどこれをお尻出ないようにしたいんですけどまっすぐここねここを前にグッと持ち上げるようにしながらもやってほしいんですけどこれが結構ねお尻がこうこうお尻がこう落ちたりとか膝が曲がったりとかこんな風に押し骨盤が 骨盤ここうなっちゃりすすること結構ありますかなり今ぐらい冗談じゃなく今ぐらい本当にこのぐらい回転する人も多いですよでそれを回転しないように骨盤を丸っきり水平のまま骨盤水平のままでできるだけ固めていくというできる限り全く骨盤が微動なりしないようにしていくということただしこの時に重心をこっちに傾けてしまうとお尻も出るしほらかかと後ろに出るでしょ かかとが後ろに行かないようにつま先立ちなんですね、えー。足の裏が垂直に立っているような状態でやっていく。つまりこっちに、腕の方にかなり体重をかけてやっていく必要があるということ。これ正面から見てみると、この重心ですね。この自分の真ん中の重心ができるだけブレない方がいいです。まあ僕も、まあ、頑張っていると微妙にずれることあるかもしれないですけど、できるだけブレない。 ブレない。中心が、これね、真ん中が、できる限りブレないですまず、頭と背骨が、左右にブレないように、やっていく。これは、こうなってもダメいうこと。こうなってもダメ。これが全く、中心が、ブレないように、やっていく。ということが必要でなきます。これがブレないように、ね、頭の部分がブレないようにした上で、 お尻がこれまあ後ろから大変失礼ですけど <laughs> 後ろから見てみるとお尻が結構ねこうなっちゃうんですよこういうふうになっちゃうちょっと出ながらもこうなっちゃうこうなっちゃうこれダメそこを真ん中にする骨盤真ん中でありながらえー、真ん中でありながら 全くぶれないようにできる限り水平に固定していくということですねまあそんな感じで、えー、こうこうこう入れていきますできるだけ真ん中回転しない骨盤左右にぶれないね膝が落ちない曲がらないで頭の部分も左右に行かない当然最初のところとしてグッと伸ばした状態でやっていく必要はありますね もうとにかく固定です腕だけ動いていくんですけどあとはすべて固定でカチッとやっていくこれもねいつも言ってますけど思った以上に動いています自分が思っている以上に動いているんで必ず撮影してくださいスマホをそこに置いて撮影してください自分の後ろから撮るのがいいかもしれない横もいい,けどいいですけどね真、まあ、後ろから撮るとお尻のブレがよく分かると思いますねこれねまたねお腹とは全然別にねこれやってる時に上がんない人がいるぞ 上かんないじゃん。これダメよ。しっかりここにまっすぐ上げないとね。それ肩の問題。えー、この間それはね、こういうのやりましたけど、その肩の問題からね、ここはしっかりまっすぐ上げたいですよ。で、それをやりながら左右こういうふんふんふんってやっていくということ。これちなみに急いでやるとブレます。だから、ここに戻ってきたのに一回固めて時間を置いてから離す。一回固めてから離す。ふんってやってから離す。ふんっと固めてから離す。 使えるべき方向を固めてから離すというふうにしてみてください。これが今みたいにブレないでできるようになれば、大概どんな他の運動をやっても、何らこの体幹の問題は出てこないですどのも。どの運動をやってもね、体幹が弱いからそれできないんだということはまあなくなると思いますで。当然ね、スポーツやってる人は絶対あった方がいいです。まあ,あの、うちの子供にもこれをや,やらしてるんですけど、まあ、サッカーの場合はね、えー 体をひねって足をボーンと出します。これが、右のキックばっかりやってると、片方の腹斜筋だけ強くで、反対にやっぱり左蹴る方の腹斜筋っていうのは弱いんですね。だから、えー、左のキックをしようと思えば、当然、左右同じようにやっていく必要もありますし、まあ、他のテニスや何らかの全部同じですね。こういうスポーツをやっている場合には、こういうものをやった方がいいということですね。動,く動きながらも、左右また別々に使っていくようなもの。 まあ当然さっき言った筋トレで体を良くした人も、えー、とにかくここをカチッと束ねる必要がありますから、そのためにはぜひこれを強くなってみてほしいと思います。で、えっ、ー、と、まあ最初はね、えー、16回を3セットはやってほしいです。できるようになったら20回を3セット。1、2、3、4ですね。それを3セットをやってほしい。で、腹筋他にもやると思います。腹直筋のね、レッグレイズとかクランズとかその辺やると思いますが、やるなら、 最後にやってください。最後。腹直筋がすでに疲れたところでやっていくということです。辛いですよ。当然腹直筋がすでに疲れてから辛いんですけど、そこでさらにやっていくということをやってた方がより強くいい腹筋ができてくると思いますので、頑張ってやってみてください。パーサー取れないでした。GO!GO!